水星逆行8月24日から9月16日までやってはいけないこと。8月24日から9月16日までは水星の逆行期間に入っています。逆行とはその惑星が本来の動きとは逆に動いて見える現象のことで、その惑星のパワーが弱まり水星本来の働きがしにくい状態になっています。そこで今回はこの水星の逆行期間にやってはいけないことを紹介いたします。大切な方にはシェアをして、後から見返せるように保存ボタンを押してくださいね。一つ目は完璧さを求めすぎないということ。乙女座は完全性を表す星座で、論理的合意的に物事を進めるのが得意です。ですが水星が逆行になっていると、本来乙女座が得意としている論理的合意的に物事を進めるということができず、仕事のスケジュールが大幅に遅れてしまうなどということが起こり得るので注意しましょう。2つ目は自分の正義を人に押し付けない。水星が逆行期間に入っているときは、コミュニケーションなどのトラブルも起こりやすいとき、乙女座の場所で水星が逆行しているときは、特に周りの人にも完璧さを求めるあまりに、周りの人にも強要したり、自分の正義を押し付けてしまいがちになります。それが正しいことだとしても、相手を追い詰めてしまうような形になり、トラブルになりやすいので、何かを伝える時には気をつけていきましょう。3つ目は、体の不調のサインを無視すること。乙女座は健康運を司る星座でもあります。そのため、体の調子が悪いのに不調のサインを無視することで、体調を損なう恐れがあります。何か体の不調を感じた時には、そのサインを無視することなく、早めに病院に行ってみたり、休息を取るなど対策を練っていってくださいね。そしてこの水星の逆行の影響を太陽星座と水星星座が乙女座の方は、他の星座の方よりも影響を受けやすいと言われておりますので注意してくださいね。自分の水星星座がわからないという方は、インターネットの検索のところに水星星座調べると入力をして検索をすると、生年月日などを入力すると調べることのできるサイトにつながるので、ぜひ自分でチェックをしてみてくださいね。これらのことをしないように気をつけて、水星逆行期間を乗り切っていきましょう。水星逆行期間には注意をして運気アゲアゲでいきましょう。